で、今こういうラインができるね。こういうラインができる、2色を。まず当たりっていうんだけど、絵描くときにね、どんなもの大きさの魚をまずどこら辺に1個描こうかなって、魚の頭のところに出てきましたね。そしたら引っ張れるよ、ちょっと足りないね、これだってしゃびしゃび。混ぜて、こういうふうに押しながら塗るとよく染みます。今の量だと少ないってことが分かって、そしたらもう少し、今度はじゃあどういうグラデーションにしていこう。多めにゴテゴテにして、ここで少し、ちょっと背びれを意識します。取って、で、さっき黒ある程度形ができたら、後で上から黒を潰したくなったら潰しても大丈夫な感じで、できる。金魚みたいなのが。黒潰したくなったらってどういうこと？乾いたら。さっきみたいにバリバリになるんで、上から白塗れば潰れる。少し水をこう持ちながらこうやってやっていくとグラデーション。で、この形でこうやって鱗を描いてみるね。思いついたもん勝ちね。で、どんどん。で、長バスみたいな。で、あとはね、面白いのは、今ここにピンクを作って、ちょっと入れる。丸攻撃でデザインチック別にそのサムみたいな、ただね、ある形を描こうとしなくても丸とか三角チェックもいけるし、そういうことで、まん丸い丸がね、描きたい人はステンシルみたいな、こういうのもあるんで、こうやって置いて、こうやってやれば丸が描けます。ちょっと乾かしてみます。